本日こうして骨太方針2017と未来投資戦略2017を取りまとめていただき、ところから感謝申し上げます。4年半のアベノミクスの取り組みにより、GDP は過去最高の水準となりました。国民生活に密接な関係を持つ雇用は大きく改善し、賃上げの流れも続いています。この勢いをさらに加速させ、成長と分配の好循環を拡大していくため、働き方改革の実行に加えて、人材の投資を通じた生産性の向上を図る。また、イノベーションをあらゆる産業や日常生活に取り入れた社会課題を解決するソサイエティ 5.0 の実現を図る。そのために必要な取り組みをどんどん具体化してまいります。この後、骨太方針と未来投資戦略を閣議で決定いたします。石田大臣におかれては、関係大臣と協力して、この骨太方針と未来投資戦略を直ちに実行に移していただくようにお願いをいたします。議員閣議には、多大なご尽力をいただきますことに、改めて感謝申し上げますとともに、一億総活躍社会の実現に向けて、引き続きご協力を賜れますように、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。それでは